続いては区の事業やシステムについて分かりやすくご紹介する荒川区行政ナビです。今回は今年は特に注意が必要、熱中症の予防と対策と題してお送りします。スタジオには健康推進課の筒井さんにお越しいただいています。筒井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですが、なぜ今年は特に熱中症に注意が必要なのですか？はい、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が続きました。そのため運動不足となり筋肉量が落ちて脱水状態になりやすく、また体が暑さに慣れていません。今年はマスクをつけながら夏を過ごすという今まで経験したことのない夏になります。これらが今年特に熱中症に注意が必要な理由です。なるほど、熱中症対策と新型コロナウイルス対策を同時に行わなければならないため特に注意が必要なんですね。はい、今回は熱中症の予防と対策についてご紹介いたしますので、ぜひ覚えていただければと思います。まず熱中症とはどのようなものなのか改めて教えていただけますか？はい、熱中症は例年暑さに慣れていない5月頃から発生し、気温が上昇する7月から8月にかけて発症が多くなります。熱中症は高温多湿の環境の中で体温の調節機能がうまく働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。熱中症の症状は軽度、中度、重度の順に進みます。軽度の場合にはめまいや立ちくらみ、筋肉痛や汗が止まらない。中度の場合は頭痛や吐き気、倦怠感や虚脱感などがあります。そして重度の熱中症になると、呼びかけに対して返事がおかしい、まっすぐ歩けない、意識がなくなる、体がガクガクと痙攣するといった症状も見られます。熱中症を予防するにはどうしたらよいのでしょうか？はい、予防のポイントは4つです。喉が渇く前から水分補給をする、扇風機、エアコン、遮光カーテンなどを活用して部屋の温度を下げる、通気性のいい衣服、日傘、帽子を着用する、適切な睡眠とバランスの良い食事をとることです。4つのポイントをしっかり覚えておきたいですね。熱中症は屋外だけでなく家の中でも注意が必要なんですね。はい、その通りです。実は熱中症になる場所は家の中が最も多くなっています。家の中では温度計でこまめに室温を確認し、クーラーや扇風機を上手に利用して室温は28度を目安に調節してください。今年は特に新型コロナウイルス感染予防のために換気にも気をつけなければいけませんよね。はい、多くのエアコンは空気を循環させる仕組みであり換気はできません。そこで感染予防のために1回につき数分程度、1時間に2回以上を目安に2方向の窓を全開にしましょう。また窓が一つしかない場合は入り口のドアを開けると効果的に換気ができます。またエアコンの消費電力を抑えながら換気をするコツは、室内の温度と設定温度の差を大きくしないことです。例えばエアコンを停止させると再開した時に大きな電力が必要になるため、電源をつけたまま窓を開けること、またエアコンの温度設定を少し高くしてから窓を開けることがおすすめです。この場合室内の温度が高くなるので、熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整しましょう。なるほど。そして換気の他にもう一つ気になるのがマスクの着用です。マスクをつけていると熱中症のリスクを高めるなどと言われていますよね。はい、マスクと熱中症の関係については専門家の間でも意見が分かれていますが、
マスクをすることで脱水になりやすいことは指摘されています。マスクをしていると喉の渇きを感じにくくなり、知らないうちに脱水が進みます。また人前でマスクを外し水分補給するのをためらうことで、水分補給のタイミングを逃してしまうため脱水状態に陥りやすくなります。熱中症は脱水状態が改善されないことで発症するため、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするようにしてください。また屋外で人との距離を2メートル以上確保できる場合、マスクを外すようにしましょう。なるほど。これまで熱中症予防について伺ってきましたが、年齢層としては特にどのような方が注意した方が良いのでしょうか。はい、熱中症は誰にでも起こるため皆さんに気をつけていただきたいのですが、特に重症化しやすく命を落とすリスクが高まるのが高齢の方と小さいお子さんです。令和元年度、全国で熱中症のために救急搬送された方はおよそ7万人です。そのうち約半数が65歳以上の方でした。約半数が高齢者ですか。そんなに高い割合なんですね。はい、高齢になると体内の水分量が減り、体温調節機能も低下します。さらに暑さや喉の渇きを感じにくくなるので、いつの間にか脱水状態になっているといういわゆる隠れ脱水のケースが多いです。気づかないうちに脱水症状になりやすい高齢の方は、例えば1時間ごとにコップ1杯など水分補給のタイミングを決めておくこともいい脱水対策になります。なるほど。高齢者の方は特に注意が必要ですね。はい、さらに今年は特に一人暮らしで外出を控えている方の場合、服を着すぎていたり室温が高くなったりしても指摘してくれる人がいないため、特に気をつけていただきたいと思います。わかりました。では小さなお子さんの場合はどういったことに気をつけたらよいでしょうか。はい、小さなお子さんは体温調節機能が十分に発達していません。加えて身長が低く地面に近いところにいるので、アスファルトなど地面から照り返した熱にさらされやすく、大人以上に高温の環境にいます。通気性のいい服を着せ、お子さんの顔色や汗のかき方などをよく観察して、大人がこまめに水分補給をさせるようにしてください。続いては熱中症の対処方法についてご紹介いただきます。はい、熱中症が疑われる場合に命を救うために大切なことは3つあります。1つ目は涼しいところに避難する、2つ目は体を冷やす、3つ目は水分と塩分を補給することです。涼しいところに避難は冷房のあるところや風通しの良い日陰などですよね。体を冷やす時のポイントを教えてください。はい、体を冷やす場所は6つあります。両側の首、脇の下、足の付け根の6つです。冷やし方は保冷剤や氷枕、ペットボトル、かち割り氷などをタオルでくるんで当てる、濡れタオルを体に当てて扇風機やうちわで風を当てる、そして冷たい水分を飲ませて体内から冷やしましょう。水分補給で注意するポイントはありますか？はい、意識が朦朧としている場合などは無理に飲ませないでください。冷たい水を持たせて自分で飲んでもらうと良いです。また大量に汗をかいた場合は塩分を補うことも大切です。経口補水液やスポーツドリンクを利用しましょう。救急車を呼んだ方がいい場合を教えてください。はい、涼しいところで体を冷やして水分補給しても回復しないときはすぐに病院に行きましょう。救命できるかどうかはどれだけ早く体温を下げられるかにかかっています。救急車を呼んだ場合も体を冷やしながら到着を待ってください。具合の悪い人や
倒れている人を見つけた場合、下記の間は熱中症を疑って冷却処置をしながら救急車を要請しましょう。万が一熱中症でない場合でも医療機関につながることで適切な診断・治療が行われます。熱中症についてよく理解ができました。今年は特に脱水にも気をつけなければならないんですね。自宅で簡単に脱水かどうか確認できる方法はありますか？はい、富士山チェックがあります。富士山チェック、それは何ですか？はい、熱中症の初期の脱水状態を自分で確認することができるのが富士山チェックです。では一緒にやってみましょう。自分の手の甲の皮膚を軽くつまんで引っ張り上げてみてください。皮膚をつまんだ指を離してみて、元の形に戻りましたか？皮膚の弾力は体内の水分状況を反映しています。そのため引っ張り上げた皮膚がなかなか元に戻らず、富士山のような形のままになっているときは脱水状態にあると考えられます。高山さんはどうでしたか？はい、この通りすぐ戻りました。皮膚の戻り具合は個人差があるので、普段から確認しておくことが大切です。いつもより戻りが悪いと感じたら積極的に水分補給をしましょう。なるほど、わかりやすいですね。それでは最後に筒井さん、区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、熱中症は誰にでも起こる、そして命に関わる可能性のあることです。特にご高齢の方、小さなお子さんはもちろん、糖尿病や高血圧症などの持病のある方は重症化しやすく注意が必要です。暑くなる前のこの時期から熱中症予防に意識を向けて実践していきましょう。そしてマスクをしながら過ごすなど、今までに経験したことのない夏を元気に過ごしましょう。今回の荒川区行政ナビは、今年は特に注意が必要、熱中症の予防と対策と題してお送りしました。筒井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。